あら、浜松ナンバーじゃないですか。はい、それにはもうたくさん喋ると思いますので、田中編集長からお言葉の方を。はい、はい、カスタムカーです。はい、この車なんですけど、ホイールを見てもらえると分かるんですけど、 Z33 のホイールを履いてまして、これ19インチを履いてます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。で、19インチのこの車高を実現するためにフェンダーをもう丸々一周作り直してまして、あのエンジン中見てもらえると分かるんですけど、サイクルフェンダーになってまして、しかも全て鉄板っていうところがポイントで、普通だったら FRP とか使うんですけど、はい、鉄板っていうところがちょっとカスタムカーアワードっぽいなということで選ばせていただきました。で、まあ、ちょっといかにも膨らませるようなフェンダーじゃなくて、現行の輸入車のようなそういったあの綺麗なフェンダーというか、そのフェンダーラインを美しく出しているというところがポイントですね。で、ちょっと待って、ナンパしてるから全然聞いてないよ。全然聞いてない。今ナンパしてたしゅうちゃんのこと。で、見た目は楽しくいきましょう。純正チップなんですけど、まあ、全体的なレベルがカスタム的に高いということで、でちょっと 180SX というとなんかドリシャのイメージがあるんですけど、ちょっと大人の雰囲気で街乗りも軽く流せるような車に仕上がってるところがかっこいいなと思いましたね。選ばせてもらいました。はい、ありがとうございます。よかったら一言コメントの方お願いします。あ、めっちゃ緊張します。ありがとうございます。一言、本当に一言。ええ、ありがとうございます。なんかここがとかないですか。いいですか。綺麗な人が隣にいるもんで。私はとか。はい、ありがとうございます。写真の方を撮ってお帰りくださいみたいな。ありがとうございました。はい、本当にありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そうね、やっぱり80、これなんて、カスタムカーか、カスタムカーマガジンだから、こういうね、車、そしてエンジンがね、ちゃんと見えるっていう、やっぱこれ結構ね、表彰きますよね。きますね。うん、かっこいいし。すごーい。でもエンジンも、ね、見れるのってすごい面白いよね。うん、私結構好き。あの車の中が全部見えるみたいな。うんうん、そうで、中もすごい綺麗にしてるっていうのがアピールして、ね、ちょっとこっちにも行ってみようかな。あー、すごいすごいすごい。なんか上も開くんやみたいな感じ。あ、ほんとだ。ありがとうございます。バイバイ。しずちゃんめっちゃ気に入られてるよ。本当にね、本当にね。すごい、ナンパがすごかったもんね。そうちゃんとみんな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて、そのまま浜松までお帰りください。イエーイ、まさかステージの上で。めっちゃ面白かったんだけど、笑っちゃったんだけど。どういうとこなんだろう。はい、では次いきますよ。